見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。国家公務員にも応援いただいているんです。数々の裁判をしたがこんな経験初めて。10月26日に眞子さまとご結婚が間近になってきた小室圭さん。だが、未だ波乱の中にいると言ってもいいだろう。先日、小室佳代さんの遺族年金不正受給疑惑と傷病手当の不正受給疑惑を東京地検に刑事告発した、ジャーナリストの篠原丈一郎氏が10月12日、自身の YouTube を更新し、進捗状況を明かした。6日に提出したが、東京地検から3日後には簡易書き留めが届いており、返礼する、という通知文が入っていたという。あくまで不受理ではなく、犯罪構成要件に該当する具体的事実を特定してもらう必要がある。犯罪構成要件に関する具体的事実が記載されておらず、具体的な証拠に基づいた記載もなく、告発事実が十分に特定されているとは言えません。犯罪地または犯人の所在地を管轄する警察署等に相談されることをご検討願います。と、内容をもう一度見直してほしい旨が書かれていたようだ。篠原氏は報道された資料や不正受給を裏付ける計算書などを添付して送ったというが、それだけで受理はできなかったという。篠原氏はこれまで数々の裁判を経験してきたというが、東京地検特捜部から刑事告発が成立するまでの指南のような内容が書かれていたことは初めてらしく、本人は、好感触を実感したようだ。以前別件で刑事告発した際は、3ヶ月後に不受理という通知が来たといい、今回も不受理できた、にもかかわらず、返礼、という形になったことは珍しいそうだ。今回のこの刑事告発の動きは政府関係者にも知られており、中には篠原氏を応援している国家公務員もいると言っていました。さらに篠原氏は、特捜も同じ気持ちなんじゃないか、と期待を膨らましていた。一方でこれだけ不正受給の証拠などが報道されているのに捜査機関が動かないことへの苛立ちはあるようです。女性指揮者、国民に愛される皇室を憂慮し、積極的に動いているという篠原氏、これは長い戦いになる、と説明しているところを見れば、眞子さまと小室圭さんがご結婚した後でも、佳代さんの問題を追及し続けるつもりかもしれない。帰国後2週間の隔離期間が終わり、今後の動きに注目が集まる小室さん。眞子さまとのご結婚の前に、金銭トラブルと佳代さんの不正受給疑惑には決着をつけておいた方がいいのではないだろうか。デジタル。